サンチャイズ版令れいわのじゃあ改めて一言麻生さんから頂い,いていいですか感想うんあ,あの東京美容外科統括委長麻生徹る 美容外科歴20年え世界を回り習得した美容外科手術の知見を武器に東京症例数は日本トップクラスへ麻生式美容整形ノウハウを論文で発表クリニックを全国展開自ら教育した医師は数知れず美容整形版主催今宵いかなる感動を生み出すうんあのマッサージ自体は気持ちいいんですけどなんかこうマッサージ他にもたくさんあるじゃないですか。その 他と何が違うのかっていうのが一つ USP というかそういうのがあればいいと思うんですけどそれは面で押すっていうことと施術者が特別な才能がいらないっていうことですかねそうですね技術がとてつもなくあがいあ高いかというとそうではないです、うん、極力当たり外れを極端になくしたモデルでまあ千円で失敗がしづらいという技術力の先ほどのマニュアルとかも整ってますので 感覚でやることをすべて消したっていうような形。安いんですか、これは。うん、安いの六十分三千円ぐらいが今安いですよね。二二キュッパが普通ですよね。いやでもだいぶ今上がってきたんで、<手>まあ妥当っちゃだ当っていうか、まあ安い方ですね。き、うん、っと一番安くてもなんか三キュッパぐらいになってる感じがします。まあけど、そんだけ行列ができたり、これだけね、えっと現その直近三カ月のね収支とかも載ってますけど、なかなか好調ですもんね。 すすごいねそうですね、これは出抜きの金額なんですが、今、700万目指してやってます。あれですか東京駅の中ってことですか、これ。東京駅の地下に、地下、外ですけど、八重地下っていう、飲食店、いろんな店がずらりと並んでるところですね、駅に近くて便利なとろではあります。僕は新宿のオーナーに、これ、コロナの前ですけどね、聞いてて、で、あこう、そのぐらい儲かってんだなみたいな。 ヤエスがでヤエはそのねおきくてもっと並んでたりするからこれヤエスさんも買ってんだろうなと思ってボコボコ他にできるかなと思ってたんですよ。はい。働いてる人は大体業務委託で週5フルコミットの人が多いんですか。もう週2ぐらいだけスポットで入るみたいなんで10人ぐらいこう雇用するみたいな感じですか。そうですね。あの店舗は、えー、時給と社員になります。おお。じゃあなんか一人 飛んんだかからめっっちゃエバくななるとかっていううのはあんまなさそうですねです分散されてる、はい、みたいなはいうんで指名性もありませんので人につくっていうことがないんで、えー、代わりが効くというような確かになんか10分とかなんで、うん、動画見ながらやっててもそんなクオリティーを求められてなさそうだから、はい、そこはいいですねそうです早そう習得がこれ、はい、物件はストックさん株式会社創業株元裕樹 アマのビジネスマンの可能性を引き出すキャリア支援事業を構築年収アップにこだわる転職支援年収エージェントを運営し無数のビジネスマンを高収に上と導くビジネス戦闘力を見抜くビジネス系独自お笑い芸人株元は手を差し伸べるのかあるいはど亡にのど元を借切るのかこれ物件はどう,どうするんですかこの、はい、まあまあハードル高そうじゃないですかそうですね中野で苦戦しちゃったんですもんねだって中野のの、はい、ちょっとターゲット が難しかかったかなっていう形です、ね、何店舗ぐらい出していきたいと思うん,ですかうんとその店前通行量が命のビジネスでして AI カメラを設置して店前通行量を調べましたで北千住駅で1日3000人八重洲で6000人新宿で約1万人の方が通行してますので、まあ、そこにはまるようなところは路面でも今後いけるんじゃないかなとは思ってますこの人数がまあどれだけの数字なのかがちょっとまだピントはきてないんですけどえっと通行量ですね、はい そうですね、一番ギリギリでどのぐらいの駅のイメージですか、うん、と北千住なんかはすごい大きな駅なんですけど今ある店舗があるところは決して。 いい場所ではなくてすごく端っこのあんまり人が通らないところでもしだいたい3000人は歩いてるっていう状況です、ね、不動産で決まる感じですねうん。うんまあターミナル駅ですよねやっぱり出すとしたらね池袋とかですね<い>一軒作るのにいくらかかるんでしたっけ加盟<う>金も含めて黒字化するまでも考えて黒、はい、字化するまで,ですね八重洲でだいたい、えー、2000万から2500万結構かかるんですね八重洲地下街が敷金だけで900万ですええー じゃあ預けててる分も含めなるほど、敷、まあ、金だったらまだいいですね、新宿は。新宿が1600万ぐらいで、<ー>やはり500万ぐらいの敷金ですので、なるほどね、やっぱり1000万から。に除けば、手出しは1100万、預けてる金額みたいな感じですね、はい、残り500万。 なるほどね、北千住ぐらいだと800万ぐらいになります1軒作るのに、はい、北千住はすごい小ぶりな3.9坪ですので北千住は見たことがないんだなでも収益率で考えたらめちゃくちゃいいですね北千住みたいなところはちょうどいいんですかね北千住は、えっと、オーナー様がフルで、えっと、施術者兼オーナー兼で入ってますのであそれで営業利益多くなってるの、はい、あそれはあのちょっとといいねね <laughs> の分引かないと、ね、そうです、ねちょっとあのはい ーーだけはオーナーが入ってますなるほどだから営業利益がでかくなっちゃってるんですね。えけどこの営業利益は関係なく出してます 7ページの。はい、なんか明らかに、その初期投資で考えると、北千住がお得じゃないですか。はい、この営業利益は、オーナーさんが体を入れてるから47万円になってるのか、それ、これは人を雇ってる計算なのか、これどっちですかね。オーナーが入れて、人も採用してます。ああ、なるほど。じゃあ、オーナーさんが体張ってる分、高くなってるわけですね。これは。そうですね。確かに人件比率が20%違います。 ね、そうね。はい。なんかどんぐらい入ってるかとかってわかりますか?。がっつり。集合とか、そんなイメージですか?。そうですね。あの、オーナーはかなり。コメントされてますね。なるほど。 面白いですよねきっとこの看板だったり立地だったりこのビジネスモデルが絶妙なバランスが取れてるからこうやってうまくいってるわけですよね、はい、真似できない理由は何かありますかそのさっきの動画はすごくいいなと思ったんですけどその他ありますかあともう一つ自社の仕組みとしてはテテンススターシステムっていうのを入れてますそれはどういった意味かというと食べログのようにウェブの世界ではサービスを受けた後点数つくと思うんですけどそれをリアルに持ち込んでます設立終わったた後お客様から星の評価いただいだて でそれが時給につながったり、うん、クオリティを維持につながっているという仕組みですそれをウェブ上でそういうシステムを開発して導入しているということですか、はい、やっぱりでもマネールとしては簡単に儲かりそうに 見えるるから真似てるんんだだと思うんだよ、ね、でうそ,そこまでその立地によって集客が難しいんじゃないかななんかよくある格安のそれこそ60分2980円とか、3キュッパンみたいなところは、まあ、立地勝負で広告かけずに集客するじゃないですか、はい万が一お客さんが入らなかったらどんどん人が辞めていくみたいな感じで、経営不振になっているところを、まあ、ちょくちょく相談乗ったりとか、店舗の売却案件みたいなのに来るんですね、はい、かそういうリスクはこっちはそんなないんですか初めのちょっとやっぱり立地選定がやっぱり重要にはなってきます。う まあそういういことですよね、はい、ここはもう加盟店に完全任せるとい商業施設地下街、えー、と鉄道関係は我々がコネクションがありますのでそこが空き次第オーナー様に共有しておりますただ普通の路面店に関してはちょっと私の方で不動産路面のつながりが弱いんでそこはもしオーナー様で店舗物件の路面が強いオーナー様がいらっしゃればそこはあの見つけていただけるとありがたいですいい物件のコネクションがあって でもこれはあの私が直営からスタートしてるんですけど、えっと FC の手段を取った時に、やはり逆の立場で本部がい,い A 級リッチをばっかり取って、自分たちに回ってくるのが全て BC だと、やはりちょっとやる気もどうかなっていうのがあったんで、FC ビジネスをスタートした時点で私としては全て FC オーナーにいい物件も渡してく,してくっていうあの思いで今やっております。このイメージキャラクターは な、何ですかこれは。 はい、コンセプトが癒しでもなく治療でもなく10分で元気をチャージさせるっていうそんなコンセプトでスタートしたんで<う>チャージマンチャージウーマンというキャラクターを作ってエンターテインメント性も少し入れながらより健康を身近にしていくっていう思いで作ってますいろんなキャラクターがいますね <laughs>、はい、なんで敵が肩こり首こりがを敵と見出してチャージマンがわれわれスタッフと一緒にその疲れを倒しにいくっていうようなそんなコンセプトですなるほどね<ー>割とでもね本当に目立つし割と太田がやってるんじゃないか ってててていう感じが僕は見しててたんですよ、はい、別にこれドクターストレッチとかもねサブナンとか近くにあるけど負けない感じの目立ち方してますよねはい、うんうん、ビジュアルはね、うん、だからやっぱり何店舗できるかでしょうね、うん、どこの駅までできるかっていうそのチャレンジだと思いますけどね今はフランチャイズ募集はされてる、はい で何で募集されてたんですか、アントレで募集してたとか基本ホームページと、あと、紹介ベースで、<う>はいで今3回。はい、はあ、なるほど、結構問い合わせ来るんじゃないですか、これそうですね、あの広告、LP とかそういうあの SNS 広告とかやってないんですけど、資料請求は月に5社ぐらいから。<ー> ビジネスチャンスとかには出てますよね。なんか注目みたいな。そうですね。一度か二度取り上げていただきました。うん、あとだからこの間のフランチャイズ投資家の古川さんが言って良かったよみたいな挙げてるからそういうのから来るんだと思うんですよ。うん、X に上がってましたよね。うん、どういう加盟店に来てほしいんですか。一応なんかまあまあ選ばれるというか、はいはい、あの誰でもオッケーな感じじゃないでじゃないですか。 そ、はい、そのりななんんかかどんなイメージですかそうですすうねやはりモデル自体がもう本当に新しいんで、まあ、こういう新しいことをトライする会社さんが来ていただきたいのとあととは言ってもやっぱ人のビジネスなんでスタッフの方をほっとくとやっぱり離職率も上がってきますのでそこは大事にしていかないとなと思ってますちなみに4ページ目のサービスの種類のチャージコラボレーションってすごい大手のところとコラボしてるんですけど、はい、これはどういう感じでやられてるんですか はいこれもあのたまたまお知り合いでとか紹介でっていうのもあるんですが問い合わせでこれぐらいの大手さんから連絡が来て<ー><で>出張してみたいな出張で一緒に何かこうコラボレーションできないかとかそういう問い合わせで実現しているところもあります今も定期的にやられてるんですかこれははい今あの10月の、えー、頭からピッペレキ歴版さんとコラボレーションが今進めてますうんなるほど採用は苦労しない感じです はい今のところ店舗数が少ないので人は足りてる状態ですこれが5店10店増えていくとスピード感によってはやっぱ大変だとは思うんですが北千住とかも社員0人で全員バイトで回されてるってことですもんね、はい、そうですオーナー様が入ってますのでうんうん、うん、なるほど基本的にはじゃあもうバイトでもできるっていうはい、うん、だからオーナーが「竹村義弘事務所代表竹村義弘」 30年間で50を超える FC の立ち上げに関わってきたこの男 YouTube フランチャイズチャンネルを拠点に生み出したサクセスストーリーは数知れず FC 業界のストーリーテラーは志願者を主人公にいかなる物語を作り出すのかだからオーナーが体を入れるっていう形だったらこの売り上げでもいけるっていうことで出展範囲は広がるかもしれないね。ととまあ先ほどおっしゃってたように大体の層ができるから。 ボスが多いってことですよねこれをできる人の,その従業員としてあそうですねいや僕もあの実際に新宿店に伺って施術受けたんですけどその時もめちゃくちゃ並んでたんでへ<ー>、うん、やっぱり目立つし、まあ、あとは、まあ、並んでても回転は結構するんでもう10分で出ていくんで、うんねはい、だから、まあ、それで結構お客さんがいっぱいいるのかなと思いますね。 ちなみに次、もし、まあ、なんか FC 店さんにお勧めするならどのエリアでやってほしいとかそういういのっってあたりすするんですか物件が出てはいないですけど、やっぱり品川とか、あのそういう大きいターミナルもまだまだ空いてますので、そういったところからあの増えていくと、今、たった3店舗なんですけど、それでも結構知名度が高かったりするんで、これが10、20と増えていくと、ドミナントで増えていくと、もっとブランディングとして上がってくるかなとは思ってます加盟されるオーナーさんは、一番最初にまず物件をもうとにかく探す。はい 私どもも一緒に探しますけどまずは物件ありきですねやっぱりその後の採用は何をメインでされるんでしょうか採用は、えー、とこれまでは、えー、リジョブで採用してましたこれからもその予定店舗数のスピード感によると思うんですけどリジョブを使いながらちょっと他もあの本部の方でトライアルはどんどんしていかないとなと思ってますなるほどで、まあ、でもそその1倍体で逆にそれぐらいちゃんと してたってことですねそうですねおかげさまでそのうちもう一つブランドがあるんですけどその二つでリジョブの内の生態部門で日本一の応募数なんで今、えー、まではリジョブ頼りにはちょっとなってたっていうところですわ、ね、かりましたなんかモデルが完成されてるから話が盛り上がりませんな <laughs> 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 なるほどねっていうね面白いビジネスですねみたいな感じになっちゃってみんなちなみにじゃ リターン内容のロイヤリティー10%の3%っていうのは、はいはい、売り上げに対しての3%って意味なのか売り上げです0.3%って意味なのか0.3%はないよねなるほどね0.3ではないと一応、はい、この書き方だとちょっとあれなんで10%の3%に0.03ではないですねありがとうございます、はい つまらない指摘しかできないです <laughs> <laughs> 何店舗にしたいですかビジョンというか目標としてはやっぱり100店舗は目指したいなと思ってますこれもっといけんじゃないですかいけますかこ、ねうん、でリラクル何店舗だっけ600ちょい行ってたと思います、ね、今のままだそこまでできないよやっぱりそうなのうん。やっぱりその立地を選ぶもんああなるほどね、うん、だからそれが自分が体を入れたらそそんなに売り上げなくてもっていうんだったら広がるかもしれない なるほどね。実演を終え、虎たちからは高評価の様子。激論の中思いを伝え、場の流れをつかむ。いざ迎えるラストステイトメント。物語の結末は。では議論も進んでまいりましたので、えー、最後に伊藤さんから一言いただければと思います。ラストステートメント。はい、えー、今日はありがとうございました。 えっとちょっとファスタ生態スタンドチャージというのはちょっと今までにないモデルなんでこれをもし皆様のご支援をいただきながらまずは最低でも100店舗は目指して、えー、展開していきたいと思いますのでよろしくお願いしますありがとうございますでは、えー、竹村さんからボードの提示をお願いしますはいこれはもう迷う、まあ、ことなくこれでまあどうして増えないんだろうなと思うのであの 増やす手伝いをさせていただければということですかね。はい、以上。ありがとうございます。ありがとうございます。では続きまして、上本さんお願いします。はい、僕もなんか増える形の業態になんか微妙にチューニングは必要な気がするんで、それがまさにフランチャイズチャンネルさんのなんかこうバリューの出しやすい部分でもあるのかなと思ったので、ちょうどいいんじゃないですか、ね。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、若林さんお願いします。はい、僕もどっぷり手伝うで。 まあすでに店舗で利益出てるっていうのと、まあ、僕も海外でそういう施術をしててあの1回受けた方が来るっていうのはイメージがすごい湧くんであのサービス受けていい人はちゃんとリピートしそうだなと思ったんでいけるんじゃないかなと思いましたありがとうございますありがとうございます続きまして麻生さんお願いしますうん何があるんでしたっけふんわりっていうのがありましたね <laughs> <laughs> ふんわりふんわり, <laughs> んわり <laughs> ちょっと僕はあの これぐらいの投資で、これぐらいの利益率。で結構大変なんやなと思いました。まあ美容外科やってるからですかね。そうです。<laughs> <laughs> そうです。なかなかの悪くないんですけどね。ね一般的にはね、はい、ちょっと先生の時給に合うなってますね。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。はい、では、えっと、今までの結果は、まあどっぷりが三人。ふんわりが一人という形ですが、最終決断を林、はい、社長お願いします。はい。 ぜひ、手伝わてください。なんか、絶妙なバランスが取れてるんでしょうね。その看板なり、リッチなり、この10分のこの値段設定なり、研修なり、それがもっと多くの人に広まるといいですね。すぜひ手伝わてください。はい、ありがとうございます。ということで、どっぷり手伝わになりましたので、協力確約権をお渡しできればと思います。では、皆さんこちらに来ていただいて。どう全国。 リラクルを超えましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> ではおかけいただいて、伊藤さんから感想を一言いただいてもよろしいですか。はい、えー。本日はありがとうございました。えー、っとまああのこの2016年にオープンしてからまあいろんなチャレンジをしてきて失敗も多くあったんですが、ちょっといざあの今日に至ってはどうなるかやはり出てみないとわからない部分があって緊張したんですが、えー、っとドップリてつうであの。 今日はありがとうございましたはいありがとうございました10分生態で業界に新たな一手を打ち込む全国展開の野望を胸に挑む虎たちとの激論その結果はどっぷり手伝う協力活躍で終幕ビジネスへの熱い思いをぶつけた後半戦 場の空気を作り上げ勝利を引き寄せたここから始まる物語新しい未来の行方は続報を待て